どうもこんにちは、こんばんは、レイです。今回は、前回ね、少しだけ、女性の婚活系 YouTuber N さんのことについて触れましたけれども、おちょくってんのかという多分見方が、ある方もいたと思うんですが、非常に、心配してるわけですね。でぜひね、婚活サミットの方に、ね、参加していただけたら非常にね、ありがたいなというふうに思ってます。なんかね、彼女の、ね、動画を見ましたけれども、本人ねやはりねちゃんとね自覚されてるんですね。自覚してるんですよ、自分の弱点っていうのをね、把握しててちゃんときちんと分析はしていて、自分自身を客観的に見ることができているというね、非常にね、いい姿勢だと思いますよ。前向きなのかなと。変わろうとやっぱりしてるんですけど、変われないというふうに自分で脳をコントロールしてしまってると。人間って結局はどこが一番重要かっつったら、心臓も重要ですけど脳みそなんですね。脳をコントロールするということ、これは多くの、自己啓発の方、ね、講師の方、いろんな、ね、アドバイザーの方も言っております。人間っていうのは思い込みというのが一番、ね、思い込みの生き物なんで、だから例えば怖い顔の男の人がいたら、あの人怖そうだな、もしかしたらヤクザかもしれないなっていう、でも喋ってみたら実はすごい優しかった、よくありますよね、そういうこと。会社でも、あのこわもての人やだな、あの部長さんやだなとか思っても、意外と親身になって話を聞いてくれたり的確なアドバイスをしてくれるっていう方もいますんで、でも心の中のね、心の中のものっていうのは表面に出てくると言われますけど、元々の生まれてから険しい顔の方はそうなんですよ。だから心の醜い方は顔も醜くなって、これが出てくるという、その違うんですよ。ブスとかブサイクじゃない醜さが顔に出るんです。顔に剣が出るってあるよね。険しいっていう部分でも、もう後からできた形成されたような表情っていうのがねありますんで、そういう方は置いといて、でもやはりそうなっちゃうんですね。だから彼女はきちんと自分の弱点、コミュニケーション能力がなかったりとか、相手がなんかこうあからさまに相手から嫌な態度を取られてしまう、嫌がられてしまう、相手を不快にしてしまうことが多いと。で昔なんかねいじめを受けてたことがあるようで、だからそのね愛想笑いをいじめる側の方にしたらしいんですね。ああいう時って結構ね、もういじめてる側というのは愛想笑いなんかやったらもうね、これでもかってくらいやってくるわけですよ。なんかね、じゃあそういう体験もないくせに何言ってんのって思われますけども、自分はいじめられた側といじめたことの側、いじめる側も両方経験あります。でいじめられた時っていうのは後ろからよく朝礼で蹴られたりっていう形で、されたことがあって、やっぱりねこう卑屈になっちゃうんですよ。抵抗しないという、ね、抗わないというところで、短い期間でしたけどもそういうことがあったんですけども、思い切って殴ってやりましたんで、そこから変わりました、状況は。その人が子分になりました。小学校の時ですよ、小学校の時なんで、思い切りぶん殴ってやりまして子分になりました、はい。でいじめた時もそういう小学生とか中学校の時に、やっぱりねヘラヘラとかこびへつらう形をやるとさらにしたくなるわけです。攻撃したくなるんですね。負の連鎖と呼ばれるものです。だからどっちの気持ちも分かりますけども、これの解決策というのはありません。人間がいる限りいじめはなくなりません、はっきり言って。で集団がある限りなくなりません。どこの世界に行ってもどんな状況になってもあります、そういうのは、ね、だけどそれだからいいんですとは言ってませんが、それは話は置いといて、で本人もね
なんかね、誰かが横で自分のなんかそれ違うよっていうのを指摘すれれば直しやすい、指摘してくれれば直しやすいとは言ってたんですけど、そういう方はね、無理です。あまり人の話を聞かなかったりするんで、で自分でやはりその神経質で自己中心的で、好き嫌いはっきりしていて、こうひねくれるというふうに言ってましたんで、で指摘を受け付けないって言ってるんでね、ここの時点でもう受け付けないって時点でもう横で修正してくれる人がいたら、なんでこいつうぜえなうるせえなってなっちゃうんですよ、でもうそして私はやっぱり変われない人だと、世界で一人同じような人っているのかな、でも私は私だなみたいなことで完結しちゃってるんですけど、あの自己完結しちゃダメですよというところで、人間というのは変われない人はいません、絶対いません。変われます、どんな風にも変われます。引っ込み思案だった人間が明るくクラスの中心になっていったっていうのを見たことあります。ただそれは子供のうちだからできたとかね、言われてしまえばそれまでなんですけども、科学的データがありませんからね、こういうのはね、だけど相手が例えば嫌がって、歩いてるだけで不快にさせているっていう風に言ってたんですけども、いや、じゃあその不快になっている原因は何かって言った時に、まあ自分自身だってまず分かってるわけで、だったら今の自分自身を変えればいいだけですよ。服装を変えてみる、髪型変えてみる、表情を変えてみるっていうのをまずやってみるというね。まずやってみる。何もしないのに私はこうだった、ああだった、ああでした、でそれだけではね、終わっちゃえばずっとそのままなんですよ。でまあこの動画っていうのは、彼女が出してる動画っていうのはただのね、愚痴、独り言、愚痴吐きなんですよ。愚痴語りなんですね。だからコメント欄でまあ、オープンにしてた頃はいろいろとアドバイスとか指摘をした方がいると思うんですけど、あくまでも愚痴のブログみたいなものなんで、愚痴のブログに対してああだこうだって求めてないんです。彼女求めてないんです。そういうだからもうこうせいああせいとかね言うのはね、求めてないんですよ。そもそも、ね、そもそもで自分で気づくことが必要だっては言ってるんで、もう答え出てるじゃないですか。気づいてるじゃない、彼女は気づいてるんですよ。で本当は変われるんですよ。だけどもう自分の脳みそで変われないというふうにもう思っちゃってるんで、脳がコントロールしちゃってるんです。だからコントロールをこれ解除すればいいっていう、できるんですよ。婚活サミットに来ればできるんです。勇気を出して踏み込んでみてください。池袋でやりますから、近いですよ。まあ、部屋代の割り勘っていうのはありますけどね、まあ、1000円ちょっとぐらい、まあ、もしあれだったら、ね、もうちょっと割引しますよみたいなまあお菓子とかほらそういうのまたね、自由に食べて構わないんで、やはりね、今現状がダメな、簡単なことを言うと、今現状がダメなんだから現状と違うことすればいい、でそれがまた違ってたらまた違うことすればいいっていう、その繰り返しトライアンドエラーをやれば、どっか答えがね、どっかで出てくるんだよね。やんないから答えが出ないんです。だから行動するという、実行するということが大事。まあ愚痴吐きだから、まあ愚痴に対してちょっと物を言っちゃってますけれども、別にアドバイスじゃないです。こうだ、この動画、その動画を見て感じた感想を言ってます。今感じたことです。自分が感じたことを自分流の言葉で言ってるだけなんで、気にしないでもらって結構です。だからこの、ね、動画見てるか分かんないけども、まあ、前に俺のことを批判してるから、多分見てると思うんだよね、どっかで。たまにね、1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回ぐらい見てると思うんで、まあ、これ見たらね、座談会ぜひ来て思いの丈をね語っていただきたい。見えない、動画では分からない、見えなかったところ部分をね出してもらって、そうすればなんかね、一歩踏み込めばまたその一足がね道となってね変わっていくわけですよ。だからやらないよりもやった方がいいっていう、これだけはねおすすめしたい。アドバイスっていうよりもおすすめは したい。で人を不快にする能力が高いとかっていうねことを自分でね言ってたんですけど、そんな人いないですから。あとね、人というのはそんなに自分が思っているほどあなたのことを見てません。
そういうなんかこう相手が自分が嫌だなと思うと相手にも伝わって、言霊というかね、相手に言ったことがそのまま返ってくるという、言霊と一緒で、自分があの人嫌だな、なんとなく嫌だなと思ったら必ず伝わるんです。だから相手が不快に思うんですね。お互い相思相愛っていう言葉の逆があるわけです。人間って相思相愛もあれば、相思 不相愛というか、なんか不愛というか、逆のね、対義語っていうのが必ずあるんで、だからそれはもうしょうがない。で、万人に受け入れられようなんて、100人いて100人に好かれようなんて無理です。で、自分もYouTube のね、中で配信者としては嫌われてる方だから、非常にね、気持ちはね、よくわかるんですよ。で、やはりね、自分自身もこんな生意気なこと言ってますけれども、引っ込み思案だったりね、引っ込み思案だったり、中学1年までは女性と喋れなかったり、本当にね、ひどかったんですよ。コミュニケーション障害っていうかね、もうコミュニケーションができない人だったんで、だから俺はダメなんだっていうふうに思い込んでたからそうなってて、もう吹っ切れて、えいやって飛び込んだら変わったんですね。だから思い込みです。それが本当に思い込みです。脳みそをコントロールする、脳をコントロールするということがね、非常にね、大事になってきますだから自分をね、もうそうやってもし変えたいということがあれば、ぜひね、交流をしていただいて、多分愚痴吐きだから変えたいけど、いっか愚痴るかっていうレベルのね、お話だとは思うんですね。だけどね、諦めないでいただきたい。まだね、若いですから、若い人がそうやって思い悩んで落ちていくっていう姿は、ね、見たくないんですよね。できれば浮上してもらいたい。もうちょっとだから万人に好かれる必要はないですけど、例えば100人いました。だったら今ゼロです。0人から好かれてます。だから全員から嫌われてますと。だったら1人2人にまず好かれるというところから始めて、それが5人、10人ってなっていって、15人になって、20人になってくれば、そこのね、そこそこの普通の人なのかなというところで、気にしないことです。一番はね、他人の目っていうのはそんなに気にしなくていいと思います。そんなにあなたを見てないんです、そういうのは。たまたま例えば転職して入社して、その時は目立つんです。一挙手一投みんな興味本位で見てくるだけのことであって、たとえそこで批判をされたとしても、相手が不快に思おうが思わないが、もうあなたの人生からしたらこの一瞬のひとときなんで、この人たちが生涯自分たちのことを面倒見ないでしょ。だって、N さんのことをその批判してる人たちは面倒見てあげないじゃないですか、そのわずかな人生のうちのわずかしか接点がない人間に対して気を使ったりする必要ないんですよ。気にすることないんです。一瞬なんです、そんなことは。一番大事なのは自分自身なんですね。自分自身が他人から見て成長したと思われるかどうかなんていいんです。自分が、なんか成長したな、私ちょっと人と話せるようになったなとか、不快に、なんかね、不快にこう受ける態度っていうか、相手が嫌がる態度が少なくなったなとか、なんとなく一人友達ができたなとか、会社内で一人話す人ができたなとか、二人話す人ができたなとか、それぐらいでいいんですよ。そこからもうその時点で変わってるんですよ。そういうレベルで本当に1ミリ2ミリ3ミリの成長、これが大事なんですね。止まっていること、下がることっていうのはあまり良くないことで、考えて愚痴を吐いてる段階ではゼロ以下なんです。もうゼロ、もしかしたらマイナスかもしれないんで、それででも婚活したい、結婚したいっていう意欲があるわけですから、で家族は応援してるんです。応援してない人がゼロじゃないんですよ。そこはだから自信を持ってもらって、まだまだ子供とかも産めますから、やはり、ね、この日本の少子化を打開するのはあなたの力が必要なんです。あなたが必要なんですよ。この世に必要のない人間なんていうのはいないんです。だからね、悲観しないで、もう詳しく愚痴るのは自由です。どんな動画上げるのも自由です。なんか広告剥がされたとかっていうのもありましたけど、いいじゃないですか、そんなの。そんなハッシュタグがね、
なもん将来旦那に稼いでもらえばいいんですよ。そんな幸せになっちゃえばいいんですよ。あの中途半端な YouTuber なんかやったってしょうがないって。やるんだったらヒカキンとかそういうね、もう何年収何千万以上の YouTuber になるんだったらやるべきなんですよ、身を粉にしてね。だけどそういうわけにみんなならないんだから、あの旦那にぶら下がって幸せな家庭を作る、家を守る、自分の N さんが築く新しい家庭というのね、家族というのを大事にするって、一番そこが大事だと思いますよ。いいんですよ、無理に変わんなくて。そのまんまでも受け入れてくれる人もいるかもしれないし、受け入れてもらえなかったならば受け入れてもらえるように1ミリでも何か変えればいいんです。1箇所でも変えていけば変わるんですよ。いや洋服変える、明るめの色の服を着る、髪型を変える、束ねてみるとかね、まあ、ちょっとこうねパーマチックなものをかけてみるとかね、まあ伸ばすとかね、逆にロングヘアもっとロングにするとか、そういう風にねやった方がいいと思いますね、うん、だから顔色伺わないでいいですよ。男の顔色なんかいらないです。あの女性であれば女性というだけでもうプラスなんですよ。婚活してる男からしたら女が欲しいんですから、もう欲しがられてるんですよ。あなたはね欲しがられてるんです。もうそれだけで有利なんだよね。普通のコミュニケーション取れない男の人よりもコミュニケーション取れないあなたの方が全然上なんですよ。需要があるんですか。なんだかんだでお見合いになんか申し込まれてるんでしょ。だからあるんですよ需要は。だからあと自分次第ですね。自分が変わればいいだけです。その1個2個変化球を投げてみる。変化球するだけで人生変わるということになりますんで、ぜひおすすめです。アドバイスではありません。やれと言ってません。自由にやっていただいて、ただ一つ言えるのは婚活サミットにいらっしゃいということですね。ふざけてるわけじゃありませんよ。真面目に考えてます。俺は小さなこの小さな渦をいくつか大きな渦に変えられたらということで、あなたの力が必要なんですよね。だから一つね、もしあれでした、見ていたらこの動画を見ていたら、あの俺にかけてみてください。悪いようにはしません。それでは皆さんごきげんよう。